にちは。指の絆創膏どうしたとだって。ここは爪が折れそう割れそうでやばくて、ここは爪が割れてるからしてたんだけど、洗い物したら取れちゃって、でも家の中に絆創膏がないことに気づいて、今はまんまで過ごしてるんだけど、もうねやばい、怖い怖いです。思った以上に錬金を忘れていて、今もうちょっと覚えてると思ってたんですけど、思った以上に忘れてしまってて大変なんですけど、大変なんですけど、ありがとう。もぐもぐパクパクありがとう。じゃらん。ああありがとう。あの私さ、あれが好きだった、あのうちわのさ、後ろのなんか練り歩きの時に見たうちわが好きだった、あの私が4ついるやつみたいな、なんかすごかったやつ、あれが好きだった。ありがとう。ああ疲れた。
会場が小さくてみんなの方がいっぱい見えました。めっちゃ見えた。あのね、なんか段差になってんのかな、だから見やすくて、見やすくて見えました。あと私の生誕ティー、今年の生誕ティーが絶対イベント向きだと思って、そう絶対イベント向き、あれが本当に目立つのよ。なんか私の想像してる以上に目立って、あの本当に劇場とかだったら分かんないけど、あのフェスとかなんかそういう大きなイベントの時はぜひあれを着て、フェスの前だけでもあれを着てほしいと思うくらいめっちゃ目立ってた。本当にあの聖誕ティー作ってよかったと思ったもん。あのピンクの聖誕ティーに私のうちわ持ってくれたら、もう私すごい、私本当にあのステージで1曲目で分かった。だから今年は勇気を出して、まあ自分も聖誕ティー着ることはないのであれなんだけど、ファンのみんなにはねちょっと頑張ってもらってピンクの生誕ティーにしたんだけど、あの本当に目立った、あのすぐ分かったから、あのフェスやイベント、外のイベントの時とか、ああいうライブみたいな時とかは、そうそう、あの来てほしいなってめっちゃ思いました。そしたらあの本当に見つけられる。なんだろう、例えばなんだろうな、劇場でもいいですけど、劇場は近いじゃないですか、距離が。あ、そうサマステだって、そうサマステとか、そうそうサマステとか絶対いいと思う。サマステとかなんかそういうのとか乗ってほしいですね。あれ一番いい、一番目立つ本当に。なのであれを着てきてもらいたいですね。でももう売ってないからさ、今から欲しいですって言ってももうないんだけどさ、でも可愛い、可愛い上に、可愛いはないかもね、あれ可愛い子はないけどシンプルに目立つので、もう良いです。私がもう作ってよかったって思いました。なのでそういう時は着てきてほしいな。まいちゃんのピンクとは色合いが違うけど見分けつきますかって、つきますつきます。あのハンチャカちゃんと一緒かな、確かハンチャカちゃんユイナだよと一緒な気がします。色がなんか色がね最近変わったんですよね。ヘッドアザの時は思ったよりピンクが多くなくて、そう思ったよりは少なかったんですけどもうちょい多いかなと思ったら、なんか逆に目立つ分他の色が強く見えて、ピンクはあんま多く見えなかった気がするけど、でもお見送りの時に、お見送りの時いっぱいいたんですよ。だからまだになったらあれかもしれないけど、でも来てきてくれて嬉しかったです。生誕祭の時、劇場公演の時はもう絶対留守もらいたいって人とかは絶対あれ着といたら目立ちます。そうそうそう、だから生誕祭の時はなんなら私のファンの方後ろの方にいた気がする。前の方にも、でもいっぱいいたんだよねファンの方、びっくりしちゃった。こんなにいっぱい来てくれたんだと思ってびっくりしたんですけど、そうそうそう、もう生誕祭はめっちゃ前だもんね。早いね、なんかあっという間ですね。なので生誕祭はね作って正解だったなと思いました。ドシンプルで
錬金と逆上がり効果、錬金はまだか、あで錬金はもう当たったのか、錬金と逆上がり効果ももう当落出たらしいですね。なんか錬金またり、ああれ逆上がり当たりましたって聞いたから、錬金も出てるのかな。錬金当たりましたとファンの方は聞かなかったけど、逆上がり当たりましたって人はなんか言いましたね。今回初日が平日だから、なんでなんだろうね、初日じゃなくて平日なんですけど、初日なのでドキドキですね。もう練習の真っ最中です。今あ、そうなんだ、錬金を外れました。だってあ、そうな、錬金の方が倍率高いんですねそうなんだ、あ、そうなんだ、錬金を外れました。だって逆上がりが当たりました。なるほどね、錬金人気なんだね。まあ錬金も今夜限りって感じだもんね、一夜限りみたいな。そっか、ずちゃずちゃずちゃちゃー、宝狩りが当たりました。だってセッター、今アイロンの電池がつかなかった。同じく逆上がり公演がありました。だってパジャの千秋楽、私パジャの千秋楽出ません。私ラストのパジャドラももう12です。12、もう12。なんかさ、初日千秋楽全然さ、初日のメンバーってか先輩いないよね。なんか初日に出たメンバー全然いなくてさ、なんか6期ばっかりなんだまあ時代ですね、それも。全然なんか初日に出てるメンツがほとんどみんないなくて、まあ6期生がいっぱいやってくれたもんね。吉田さん、岡もやすさん、ポッケさん、よしひろさん、ジャンさん、ペニーちゃん、はじめまして、ドマさん、やすさん、キドちゃん、ドシさん、ミシプ、ブルーウィング、ニコラス、アイリーパパ、カズピ、モグモグパクパク、ガオ、ハッサン、シロミフライ、スモークタン、赤いグリフォン、ボーダー、ノーリさん、ユウキさん、ガオ、ヒロトくん、ハシムチ、キキちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。てっちゃん、短冊ありがとう。ドマさん、ありがとうございます。マトンさん、ノブリン、ファントム、ありがとうございます。原始人もありがとう。ガオありがとうございます。ちなみフルありがとう。なるちゃんありがとうございます。クーありがとうございます。みんなありがとう。チャラチャチャランチャン。チャラチャ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 ンチャン。タタ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 。You touch me.教えてあげる、私が出てくる、いつ笑うよりも
ちはだってこんにちは。こんにちはだって、こんばんは。こんにちはって、こんにちは。今日暑い。明日もリハーサルですか？明日は錬金です。夜ご飯マック、何食べましたか？私は今日は何食べようかなと思って、なんかお家にあるものにしようかなと思ってます。あ、お家でトウモロコシがいっぱい届いて20本も届いたんですよ。20本も一人で食べられないと思ったら、今日も2本食べちゃったんで、残りの10本くらいは誰かメンバーにあげようかなと思います。20本やばいよね。でもそれがなんか新鮮なやつで、なんか朝取って、朝どれみたいな、朝取ってそれをこうそのままクール宅急便で送るから、今日取れたものがそのまま来たんですよ。だからめっちゃ新鮮なの、そのトウモロコシが。だからそれをただ茹でて食べるだけで本当にうまくて、私も今日1本半食べました。めっちゃ甘い、超美味しいの。なんか大分県のやつなんですけど、めっちゃうまくて、なんか私が食べてきたトウモロコシの中で一番美味しいの。だけどさすがに届きすぎたかな、ちょっとメンバーに配ろうと思って、お裾分けで。なんかもう2本、今日1個は電子レンジでチンしてみて3分で、もう1個は沸騰したお湯の中に入れて、そう、沸騰したお湯の中入れて、それで3分間茹でたんですけど、私は電子レンジの方が美味しかったかな。もうめっちゃ甘いの。お店開けるだと、そう、お店開けるレベルの、もう今野菜ボックスの中、冷蔵庫の中もあれしかいない、トウモロコシしかいない。めっちゃ美味しいのよ。なんてやつだったっけ、
大分から届いたって書いてたから。でもトウモロコシさ食べたらアイス食べちゃダメなんだって。その日組み合わせが良くないらしい。お腹痛くなっちゃうんだって。だからトウモロコシ食べてる時はアイスは食べて、その時トウモロコシの時はみおちゃんアイス食べるのやめなさいって言われてた記憶。なんてやつだったっけ。佐藤農園って場所でした。ぜひ気になる人は頼んでみてください。佐藤農園佐藤農園ってところでした。なんか朝暗い朝まだ何お日様が昇る前に取ってくれてそれを配達してくれるんだって。そうそう、もうねめっちゃ美味しいの、超美味しいの。私がもう一番美味しいと思うトウモロコシ。でも多分今しか取れないんだよね。多分これ今一番美味しい時期なんじゃない。そんなトウモロコシちゃんが私の家に今20本もいます20本です。佐藤農園だって。そう佐藤農園です。ほらこんなのが来ました。朝通りトウモロコシをお届けします。やばいよね。でもお母さんが送ってくれたんだけど、明日メンバーに今日届いたから3日までだったら一番美味しいんだって。まあ一番今日が美味しいんですけど、3日間くらいはそのまま冷蔵しても美味しいらしいので、そう残りの10本くらいはメンバーに仲いい子にポンポンとあげたいと思います。明日会う子に。そうなの、今年のトウモロコシは甘いですだって。このトウモロコシ一番甘い、私が食べた中で一番甘い。本当に甘い。白いトウモロコシを食べたらって。なんかすごそう。あー疲れた、ちょっと疲れちゃった疲れちゃった、もうめっちゃあーとか言って。じゃあ今日は8時までする。
あと25分。8時までします。扇風機が欲しいのにさ、扇風機がさ、扇風機を買いに行く時間がないんだけど。夏終わっちゃいそうだよ、扇風機を探してる間に。もう9時なの？なんか1日早くない？もう私さ、もうなんかもう悲しくなるんだけど、最近なんでこんな早く終わるのって。もう9時なの？なんかもう、なんかさ、なんかすぐ終わるんだけど、1日私風のようについてくよ。やばいね、もう9時だって。あ、涙が出そう。じゃああと3時間したら1日が終わるんでしょ。やばいやばい、錬金しないと。全然踊れなかったんだけど。10時36分ですって。じゃあ今日は9時までね。あと20分もでも配信できます。最近あんまり長い時間配信できてなかったから。ドゥドゥ、こんにちは。だってこんにちは。なんかさ、全部さ一個一個さ終わってる感じがして寂しいんだけど、最近。あ、終わったみたいな。あ、一個終わりました、一個終わりましたみたいな。最近それがすっごい寂しい、超寂しい。なんか生誕祭もう終わっちゃったなって感じ。まあ終わっちゃったな、終わったんだけど、でなんか、ああやライブも終わっちゃったなみたいな。まあ次のことがあるからまだいいんだけどさ、次はこれだっていうのがあるからまあいいんだけどさ。なんか錬金も1回限りじゃないですか。だから錬金も終わったら、ああ終わっちゃったなって。なんか1回限りが多いのかな。まあ逆上がりはこれから先にしていくけどさ、それこそパンさんの卒コンとかもう寂しいよね、めっちゃ。やめないでって感じ。もう忘れちゃったよ、錬金。私の想像以上に忘れてて悲しくなった、それね。もうちょっとね、覚えてるんだろうなって思ったからね。やる時間もなかったからさ、ここのタイミングしかなかったんだけどさ、思った以上に忘れててさ、あれみたいな、私出てたっけみたいな。何年、1年経ったらこんな忘れるもんかな。ノーパラとかももはや踊れないのかもね、私も。なので明日夜配信でお願いします。そう、サマステもやばいですね。でもサマステ自体まだ一人が決まってないので、どれだけボリュームがあるセキュリティかまだ分かんないんだよね。そう、パンさんの卒コンもあと3ヶ月、9月の終わりだからもうそんくらい。センチメンタルな夜だって。センチメンタルです。
昨日はファンのみんなのあのお手紙とかプレゼントをね全部昨日持って帰っ生誕の日持って帰られなかったから持って帰ってお手紙読んで嬉しい気持ちになって寝ました。プレゼントもみんなが一生懸命選んでくれてたので全部受け取りました。嬉しかった、全部嬉しかったんだから。なんか私のさ、私が使い、私が好きそうなものをさ選んでくれて嬉しかった。全部使っていきますの で頑張って SNS は SNS 載せられるように更新していきますので待っててください。嬉しかった全部。嬉しい気持ち。でもなんかもう誕生日に合わせて送ってくれた人とか、なんか行ける公演の日に送ってくれた人もいるから、ほんとタイミングがバラバラだったんですけど、6月はいっぱい来ました。嬉しかった。こんにちはだって、こんにちは。お花とプラスタか、プラスタのお花のね、お花をね実家に送ってます。なので福岡のうちにはないんですよね。お母さんがお花大好きなので、聖火が大好きなので、もう夏ってお花をさ、その長く枯れずにその大変なんですよ。みんなやっぱ暑さに弱いからすぐ枯れちゃうんですけど、お母さんはもう毎日水をねきれいに変えてね、あの1週間くらい、本当に1週間以上ねもたらしてくれるんですよ、プラスタちゃんを。なんかお手入れすんだって、茎を切ったりして。ただお母さんが楽しんで実家でしてます。で、黒いバラが、なんで黒いバラなんかあるんだろうと思ってフラスターのところを見たら、お家帰ってね、黒いバラにあれね、あ、赤いバラに黒いスプレーかけてたの。すいません、ごめんなさい、もう充電がないんだけど、大変大変。ごめん、いてる手だって、ごめんね。よいしょ、充電があと 11% だった、危ない。こんばんはだって、こんばんは。だからびっくりした、黒いバラにスプレーかけたらすごいこうなるんだと思って、赤にあの黒かけてたんで、しかもあの茎まで黒かったの、すごかった。えーってなって、こうなってんだねってママと話しました。おしゃれだったよねフラスターも、メンバーから大人気で、かわいいっ
ってまず待ち上がりの衣装は可愛いじゃないですか。それがそのまんまフラストになったって感じすごいよね。ほんと待ち上がりの衣装着たかったもん、着たかったもん。もうすごいよね、びっくりしちゃった。なんか去年もすごい好きだった。私めっちゃ去年も王冠で、なんか去年はパステルな感じですごい好きだったんだけど、うん、私は今年が好きか。でも年々ね、いいんだよね。わ今年も好き、わこれも好きみたいな。あのカチューシャ本物かと思いました。でもね、持って帰ってきたんだよ、私はね、ちゃんと。めっちゃ待ち上がり、ちょっと違うだけ。でもカスヤにこのカチューシャを私服で着けることはないと思うから、お家に置いてくれる。すごくない？めっちゃ待ち上がりなの。すごくない？これびっくりしちゃった。ゆるちゃんともなんでみたいな。衣装さんのやつパクってきたんじゃない？すごいよね、ほら。じゃあこれだ、これ見たら待ち上がり、いやいやって。すごいよね、どこでびっくりしちゃった。大物かと思った。そう、カチューシャとリボンがあるんですけど、リボンをつけたんかな最初に。ほら、こういうね、なんかおしゃべり会の時に赤いワンピースとか着たらつけますね。黒いワンピースとか着たらつけます。でもなんか可愛すぎてつけ、これもね去年の王冠、これも持って帰ってきたの。でもこれさすがに被ることなんです。これなんかプリンセスみたいな、なんかディズニープリンセスみたいな。これは去年の王冠です。これも私のリビングにポンって置いてます。可愛いから持って帰ろう。写真撮るかなと思ったら、すごいすごいよねこれすごすぎ。そう、去年はピンクっぽい花だった。去年も可愛かったの、お花の色が好きだった。今年は待ち上がりだから嬉しかった。そう、ポンポン。ラプンツェルみたいな王冠だね、これ。キラッキラ。でもなんかさ、いつか写真撮るときとかにつけるかなとか思ってさ、これも持って帰ってきたんだけど、結局まだ使ってないね。かわいい。でちょうど生誕祭付近かな、生誕祭付近の時が、あれだったんだって。私の300回記念だったんだって。300回公演の記念だったので、そうそう、すごいよね。だから生誕祭でお祝いしてもらいました。だから、お花ももらったんですよ。去年、次はお花がピンクになっててびっくりしたんですけど、300回おめでとうっていう。ちょっとずれてたらしいんだけど、もう生誕祭で一緒にしちゃおうってなって一緒にしてもらいましたね。でね、すっごい可愛いお花をもらったんですよ。まだこれも見せたいから持ってくるね。
ったの。去年じゃない、200回の時ももらったんですけどね。見てーかわいい。ほらお花。200回の時は赤だったんですよ。でも今回はピンクになってた。ラインストーンがついてるの可愛すぎる。これはこうやってリビングに置いておきます。可愛い。なんかさ、成果でも嬉しいんですけど、やっぱ終わっちゃうからさ、このやっぱこのね、乾燥してるお花いいよね。可愛すぎる。私の生誕の2日前が2回前の公演が300回だったらしい。まあいつ200回だったんだろうね。1年くらいかかるのかな。やっぱもっとかかるのか。1年半くらいかかるのか。こんばんは。ただの魚さん、のぶりん、母、あきさん、ニコラス、フジヤ、ロデムさん、ナナちゃん、あきひろさん、うくけいせい、吉田さん、なんていうんだっけ、おうたん、ありがとう。たかさん、ボーダー、ウィンパディ、ヤブリカ、ありがとうございます。原始人さん、ただの魚さん、ナツさん、ありがとうございます。コムさん、メビウスさん、白身フライありがとう、ありがとう。あ、そうなの。200回は目撃初日でした。200回で目撃初日ってことは1年半はかるんだね。2月だったから目撃初日が1年半はかかるんだよ、100回迎えるのに。じゃあ次400回とかなった場合は相当先だね。ね。そうね。あ、今日公演だったんだね。エミさんが700回で、ホコッペが100回でした。最近なんかみんな被るね。被るか。私の次の公演は、え、6日がさえちゃん？あ、違うか、ゆうなさんが先なのか。ゆうなさんの生誕してさえちゃんです。楽しみ。ちょもう H はもうこれから先はもう全部生誕なので、生誕まで、ドキドキです。ドキドキってか、まあでも自分の終わったからもう楽しむだけなんですけど、うん、自分の終わったからみんなのわーってするだけなんですけど。私の生誕祭 DMM で見返さないと。だって、私も DMM 見てないや。 MC だけ見ました。面白かった。サボテンも前後半も全部面白かった。私いっぱい抜かれてたかな。多いメンバーで年間100回ちょっとです。あ、そうなんだ。ゆうちゃんの接待さ、毎日見てますって。可愛すぎる。ありがとう。
MC が本当に面白かったですって、それはもうメンバーの皆さんのおかげです、私ではなくて。家でスピーチの練習してたと聞きましただって。スピーチの練習したら1回3分で終わってびっくりして短いと思って、そうそう短いと思って、なんかゆっくり話したり長く話したりしたら次は6分とかなって、あちょうどいいねって思いました。なんかあんまり長いと何話してるのかなって分かんなくなって、結局何話してるのか分かんなくなるので簡潔にまとめたくてパッとしました。3分やばいよね、3分2秒くらいになって短いと思って、1年をねまずね、まず1年をスピーチでまとめるのがすっごい難しいんですよ。まとめられないし、だからもう自分が言いたいこと、もう間違いが一番言いたかったから、そういうのとかみんなありがとうの気持ちとか、そうそうそう、したら6分くらいあったんじゃないかな、多分7分とか本番は。でも1回で練習してみたらさ3分とかで終わっちゃって、あれみたいな、そんだけと思ったけど、でも本当になんか長く話すと、前何話したっけ、そのなんか自分が何分前に何を話したのかが分からなくなって、結局こいつは何を言いたいんやみたいななるので、そうだから、まとめた。あとはもうメールで送るって感じですね。生誕祭は画面録画して保存してますだって。すごい、容量が重たくなりませんように。ゆりちゃんの手紙になってしまいました。いや本当に私の生誕祭でもう一番の感動ポイントはゆりちゃんのお手紙だと思います。嬉しかったよね本当に。なんかいろんな人に言われた、こんなにさ、こんなに素敵なあの関係性がさ、あるのいいなって言われました。私も本当になんかなんていうの、こんなさ素敵な子がいつも横にいてくれていいのかなって思っちゃうくらい、そうそうそう思っちゃうくらいよ、ありがとうございますって感じ。メールで追記だって、追記っていうのかな、そうメールで書きました。私一番メールが好きなんですよね、メールで書くのが好きなんで。いや本当に、なのでマネージャーさんにエルちゃんのお手紙を送ってもらって、私が気づいてこれ見て頑張ろうと思って、禁止上でもエルちゃんですね、そうそう素敵です。こんな関係性の人と私も出会えると思ってなかった。アイアライブ超良かったですだって、ダンス踊れて良かったですだって、本当に良かった、ダンス踊れて。アイアライブ10段頑張ったな私。見えるちゃんの時は私が書かないとだって、送り合いっこすることってでもあんまりなくない、なんかないイメージあるんだけど、送り合いっこするのは1年くらい空いてるイメージある、なんかすぐ直近で送り合いっこしないくない、いつも。しかもチームも一緒だからさ、チームがもしこの3ヶ月くらいのゆるちゃんの生誕までの間で昇格じゃないや、阻隔してしまってで離れ離れになったりとかしたら絶対ありそうな気もするけど、でもそうじゃないとない気がする、なんかついこの間私がもらったばっかりだから分かんない気がしない。渋井ちゃんの司会だって、渋
司会と手紙はマジで分かりますね、いつも。その台本みたいなのも送られてこないので、生誕祭のメンバーには。だから司会も分かんなかった。いぶきかなと思ってた。だら渋井ちゃんが、もう渋井ちゃんがしてくれて嬉しかったですね。可愛かった。上手にできませんでしたって言ってきてくれたけど、最初から私も司会ね1回しかやったことない5年いるのに1回しかやったことないんですけど、司会苦手なので、生誕祭の司会の渋井ちゃんがやってくれて、渋井ちゃんは私の去年私の生誕祭に初めて出てくれて、それが H のデビューだったんですよ。だから1年経ったら司会できるようになって、ミニットまで一緒に出れるようになって、すごくない？すごいよね、すごいよね。本当になんか1年ですごい成長したんだなって思いました。だからそういう後輩の成長もやっぱ見れるようになったし、特に今回は後輩が多かったので、生誕祭がボッキーがいっぱいいたので、そういう面も含めてなんかみんな成長してるんだなってすごく思いましたね。そうそう、お手紙が感動しましたねー。こんなに一緒にいっぱいいるのにさ、あのさ、普通の話はするのはすごい楽しいんだけどさ、誕生日とかの時にさ、プレゼントとかゆるちゃんに送る時めっちゃ緊張するのよ私。いついつ渡そうみたいな、めっちゃ緊張しちゃうけどさ、なんかそういう真剣にさ、ありがとうねみたいなことはさ、あんまりお互いにさ言えたことがなくて、たまに言うんですけどね、半年に1年に1回くらいとかたまに言った時あったんだけど、そう、なんかゆうちゃんの誕生日の時にプレゼント渡したかったんだけど、2人でご飯に行って私の超緊張して全然渡せなくて、そう渡せなくて、結局最後の方にはいって渡したんですけど、そういうの恥ずかしいんですよ。だからなんかお互いね恥ずかしがり屋さんなんですけどあげるみたいな、もうタイミングむずくて、なんかめっちゃ変に考えちゃったりして、いつ渡そうかなみたいな、でもずっと思ってるんだけど、いつ渡したらいいのか分からんくてとかね。なんかお手紙が嬉しかった、すごく。そうだから去年は本当は多分マネージャーさんが確かね、確か忘れちゃった話したからあれだけど、ゆえるちゃんにお手紙お願いしてたんだけど、ゆえるちゃんが渋ちゃん初登場だとどうですかみたいな感じに言ってくれて、で、そうそうそう、それで渋ちゃんだったんですよ。でも多分1年経って入ってくれたんだろうね。嬉しかったね、すごく。それはそう21、そう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 、でも1年経ったかな、ああいうお手紙もかけたんだろうなと思います。やっぱいろいろ一緒に話すことも1年でめちゃくちゃ増えたし、一昨年のこのくらいの時期に仲良くなった気がする、確か。うん、このくらいか、ちょっと秋くらいの時に仲良くなった気がする、年末くらいとか。そこら辺の時にあかりちゃんと若菜と4人でなんか H だったからね、とりあえず仲良くなってご飯食べ行ったりとか4人でしてて、まだそっか2人が卒業しちゃうねみたいな、あ残されちゃったねみたいな、どうしようか仲良くなろうねって言ったのが多分1年2年前だと思います。そうそうそう、そんな感じ。だからチームピンクも一緒だったし、元のエッチも一緒だったから長いんですよ、意外と活動期間。クイナのケーキ美味しかったですか？だってめっちゃうまだった、みんなで食べました、うまかった。クイナもいっぱい作ってくれてありがとうだよね、ケーキ。今年もさ、栗山さんが出てくれると出れる枠があると思ってなくて、思ってなかったのね。
まさかのキャプテン欠席、キャプテン欠席のすごい悲しかったんですよ私。でもキャプテン今違うとこにいるか、いて頑張るか、私も頑張ろうと思ったんだけど、思ったんだけど、でもそれでもやっぱ悲しくて、でも栗山さんが来てくれたのでそれはすごく嬉しかった。2年連続ですごくない？でケーキも作りました。ケーキも作ったし、そう、ひじがね、ひじの生誕の時は誰かに、わかんない、誰かわかんないんだけど、なんか誕生日にケーキ作ってほしいみたいに言っててなんかすごい迷ってるって言ってたから、冷蔵庫に私が今日頼んだケーキのチョコの生チョコケーキのサンプルあるから見てきなって言ったら、うわ見てくるって言って見てきてたでその後試食も終わった後ね、公演が終わった後みんなでフジリも一緒にサンプルを試食しました。もうめっちゃうまかったよ、超美味しかった。本当に美味しいんだよ。激うま、なんかお店作ろうってなんて名前にしたんだっけ、なんかね、なんかのお店とパクってやったんだけど忘れちゃった、なんとかなんとかなんとかってお店の名前にしたんだけど忘れちゃった。なんか美味しかった、とりあえず美味しかった。何だったっけ、なんか面白いのを考えたんだけど、クリフェボンだっけ忘れちゃった、なんかその名前いいやんとか言ったんだけどさ忘れちゃった、何だったっけ。でもそれも似すぎだよねみたいになって、なんか考えたんだけど忘れちゃった。栗山さんとかもさ、もう写真とか撮るときとかさ、もうあの栗名おいでーとか言っちゃうけどさ、本当になんか恥ずかしいからそういう風に言っちゃうだけだけど、本当に出てくれてありがとうだよね。では終わりにしたいと思います。私は錬金を頑張ってきます。頑張らないとかなり頑張らないといけません。きっとほい、では明日はなので夜配信でよろしくお願いします。あ、もう Wi-Fi 直った、もしかしてなんかあれなんなくなったね、ループ。このくらいの時間なんじゃないかなと思ってます。なのでよろしくお願いします。うん、よろしく。はい、13位がボーダー、12位が赤いグリフォン、11位が石田さん、10位がガオ、9位がスモークタン、8位がヨリカ、7位がタレの魚さん、6位がコムさん、5位がドマさん、4位がヤスさん、3位がノブリン、2位がフセボンテッチャン、
1位がもぐもぐパクパクでした。タワーありがとう、キラキラありがとう、タワーありがとう。何に話そうと思ったんだっけ、いつもありがとうありがとうございます。もぐもぐパクパクでした、ありがとう。はい、皆さんもありがとうございました。見てくれてもう9時なので、もうメールを送れていませんでしたので、今からちょっと終わったら送りたいと思います。バイバーイ、ありがとうございました。おやすみ。